ありがとうございます。むちゃむちゃ早い番号引きました。ちょ番長3じゃなくてこっち行こう。え、なんかあっこめっちゃ人気。あ、絆か。まあ、ギアスは前回やってること考えるとこっちっしょ。どうでしょう、空いてる空いてる、行こう。おはようございます、おはようございます、おはようございます。うわー、番長それ埋まってるか。いやちょっと僕海洋学生行きます。今日はちょっと個人の収支もあるんで、ちょっとここらでバツンと一発かましょうかんと、あとあとしんどくなると思うんで、 あとメガネ取りますもん、ちょっと曇ってきたんで、はい、これで行きます。根拠ないです。おはようございます。待った、もう10分以上、ほぼ最後尾ですね。なんかいつも今日たくさん番号悪いな。どうしよう、知らなかった。私のいたん、あの競馬のやつや、馬娘、馬娘見てはる、馬娘ちゃうわ、優春、え、なんやっけ、 あのまこちゃんみたいな、うん、そうそう、馬娘、アホすぎやろ。一発狙いますよ。まあ忘れてる思うけど勝負なんで、勝負ちゃうわ。だからちょとりあえずプラス勝たんとあかんので、がっつり。むっちゃ睨まれた勝負っつったら怖っ。おはようございます。おはようございます。さあ迎えました、第2戦目と、はい、いうことで、皆様新規ルール覚えてらっしゃいますか。あれですよね、新しく始めるんじゃなくて今までに足りないものを足していくっていう、そういうことです、はい、でそれに付随してそれ以外にもあるっていうことを忘れちゃいます。むしろそっちがメインやと僕は思ってますんで。何ですか。ジャンバリの、まあ、いろんな番組ある中でキャラクターに扮して最終日実践していただくと。まあ、ちょっとさっきちょっと二郎さんからちょっとチラッと言われたんですけど、ちょっと魚拓さんが毎回番号後ろすぎひんかっていう。言ってないんですよ、そんなこと。わけわからんと思って。えでもなんかずっとお前 4ですやん、4ですやんみたいな言うてへんかった。そんな言ってどんだけ。ちょっと待てよ、お前さっきからおかしないか。カメラで4とか聞いたことないって。さっきからおかしないか。知らんそんなこと言うてへんみたいなことばっかりよ。俺だけ世界線ちゃうみたいな。やめて、そんな虚言癖がすごい。虚言癖じゃないって、虚言癖じゃないんですよ、信じてくださいって。ほんまに虚言癖ちゃうんですよ。じゃあ今回やから、まあちょっと必勝を期してね、まずまあ言うたら前回やりましたけど、今日がもう初戦みたいなもんなんで、ほな頑張るぞ。なんでエラエラ笑ってんねん。ほな行ってまいります。さあまだ巻きです、打っていきます。僕同時期に出たギアスの方はよく打ってるんで、まあ、あんまりっていうか構成って打ったことはないです、多分2回ぐらい朝一からちょっと狙ってみたんですけど、あんまりだなと思ってやめたんが過去に2回あるよというぐらいで。ただね、まあ、ヘブンズの時は入って台を抑えてからオープニング取ったりするんですけど、2回前の収録の時かな、かえチャンスといったんちゃう、何三日月演出って、なんかミッションクリアみたいなの出たから、えあれちゃん、えらい方行ってないこれ、ほら、え 0. 何パー引いたんちゃう、スイカからの全長中にやったらまだしも、これだいたい6割7割ぐらいの成功率で、成功すればエピソードプラス、まあ、ワルプル出てくるんで、でもうこの時点で当たりは確定です。だから救命チャレンジですね。で毎ゲーム 3% ぐらいで、レア役引けばもちろん OK ですし、救命が出てくれば成功と。で最終ゲームが確か4倍ぐらいなんですよね、そのレア役以外でも。まあでもレア役重いんで、
そんな引いてくれ言われましてもみたいなところあるけれども、もし引けりゃ超絶チャンスだから、もう次です。次確か何引いても12-13%ぐらいあるんで、ここめっちゃ大事。失敗したんちゃう。これは逃した魚でかいんじゃないですかね多分。はい、やったなと。あ、これはよくねえわ。ただまあでもこのご時世に投資一本ですよ。いやマジか、ショックやな。でまあ解析で出てることではないんですが、まあ、低設定は初当たりが重くて高設定は軽いわけじゃないですか。で本家は汚れっていうシステムが、まあ、マドンマギといえばですけど汚れっていうシステムが導入されてますと。で汚れ溜まってたら AT 終了後に、恩恵を受けたりするんですが、つまりは深くはまればはまるほど、通常ではまればはまるほど汚れが溜まりやすいから AT の獲得期待枚数が上がるわけですよ。で高設定の場合は、あんまりはまんないから汚れがそもそも溜まることないと。でその辺のバランスを取るために高設定は AT 突入時すぐにワープルが出てくること多いと。まあ、だからゲーム数ですよね。ゲーム数ですぐにワープル出てくることが多いみたいなんで、まあ、周りも含めてそれは自分の台もしっかりと確認しておこうと思います。さあこれで AT 終了。ワルプル入ることもなくボーナス入ることもなくマギカアタックとかも入ってないんで 50% で救済入った。アタック出てきました。青なんでレベル1、色はだからやっぱここでレア役を引くっていうのも大事なんですよね。いいの出てきやすいから。さあベル引けばいいだけ簡単。はい、ナビなし最悪、下手くそー。本日初マギカアタックはマミさんからプラス10枚と。おー早いな。ということで終了です。110枚。一緒に買いに行こうって言ってる。一緒に買いに行こうって何。チャンス目117。あるよ。はい、ほんまに当たった。146。チャンス目からなんか順調。投資は2本です。早すぎる。さあ 50% ない。109枚獲得で終了。セリフは一緒に行くかいと。ほなじゃあ、行きます。セイントセイラス海洋覚醒、こちらで、まずは打っていきたいと思います。まあここのお店なんで、まあ設定変更リセットはかかっていると。もう進んでいきましょう。とりあえずはまあほぼ天井やと思うので、天井まで回す覚悟を腹くくってやっていきましょう。なんか大変そうやな。え、お前当たってんの。まあ、めっちゃいい感じ、はい、ああよかったよかった。ただまあ多分前代はないやろうけど、隣はこう設定したらもう2回出てんのよ、でその隣もめっちゃ当たりは早いの、もう5回引いてはるから。まあでも中に1個だけこう設定とかあるよな。もうそんな いいで、そんな誰も求めてない。トミさんに夢求めたあかん。あ、いや夢っていうかその状況とかいい。なんでやねん。いい大丈夫。嫌やろコスプレして打つとか、うん、なあ大丈夫大丈夫。
と、まあ、とりあえずねじ込むから、まあ、そう当てるしかないから、そう当てるしかない、うん、頑張るわ、うん、ありがとう。いやすごいよな、やっぱゆうてじろうくんは、うん、狙い通りちゃんとやらはるんやな。いやそこはほんま尊敬するわ。まあ半分前回の俺のパクリなんですけどね、立ち回り的には。いやでもうわ激アツや、激アツいただきました。はい激アツいただきましたよ、多分広角には上がってなかったと思うんで、低角今日チェリーから刺さったんやと思います。まあ、低角今日チェリーから刺さるのは良きことなので、ちょっと怖いなおい。まあでも激アツ出てっから大丈夫やろ。ああ大丈夫ですね、はい、よかったよかった、はいいただきます。おげん今日チェリーからですね、709ゲーム総投手13も球持ちがねすこぶる良かったんで、よかったです。さあ行きましょう。不屈もなんなおりもなかったんで、まあそこは期待せず、もうパワーで入れていくしかないです。さあ大事なのは、こいつが朝一、ゼロバトルのレベルがどこやったかっていうところなんで、あとは終了画面ですね、うん、入れれへんかった場合。さあ案の定不屈はございませんでした。行こう、誰お前かクリシュナ、クリシュナ、クリシュナか。むっちゃ予言してくるやん、次の一発で死ぬて。ザク中攻撃、よけろ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 、やばい。ああシッサーもなんもなしか、青色アホアホ。さあ今日は、G1 ダービークラブ3、死んだですね俺、G1 の新しいの出てるの知らなかった本当に。35でもまだ見習い調教師、あースイカ後輩の才能よくわかんねえな。まあ単純にここまで打った限りでは今までの G1 よりもその萌え要素がこう加わったというか、あの増えたというか、そういう感じなんですかね。一番最初に G1 が出た時はそのなんかこれ当たった時よりもあの通常時が面白いじゃんとかって言ってたんですよ。それが全部消された感じですよ。あれ777m、これはプレミアじゃない、さすがに当たりじゃね。いやレインボーじゃん、当たりだ。ああ一発目当たっちゃったよこれ。4000円、クラシックボーナス、ボーナスなんか、ちょっと待ってボーナスで、これでレースに勝てばってことなのかな。
で、ここで勝てば A 級に入るってことか。さあスタートはぼちぼち良かった。ここでもチャンスアップ。さあ3等競り、これがマコマコフェスタ。さあ1番手前3等競りで実は負けたけど、え、またストップウォッチもらえた。2つ分で、またレースあんの？またレースがあんの？待って、どういうこと？ライバル変化。あこチャンスアップ。でここでライバル変化。ただまた三等競り。ダメ。あれ、今度ストップウォッチもらえなかった。ペース配分強化で引っ箇所。チャンスアップで青。はい、ここで、はい、ペース配分強化で青。また三等競り。これ最後よ。あ、ダメ。あ、そういうことなんだ。新馬戦に勝つとクラシック3戦戦ってそれどれか1個でも勝てば AT に入るっていう。そういうことですね。でまた1からと。ああなるほどなるほど。めちゃ赤プル